はいどうもどうもじゃないや、サブちゃんです。いやそうだな。そうだ、全然。あね、前で買ったじゃないですか、自販機で当たるまでって言って、はい、全種類買ってって言ったんだけど、うん、で、なんかいろいろじゃコンビニで全種類混ぜたらとかいろいろあるのかね。まあ自販機全種類混ぜたら24種類混ぜたら、あの自販機のあの中がぐちゃぐちゃになっちゃった時の液体を生み出せるぞ、ギュッてした時ね、うん、あれって適量ずつ入れるじゃん、まあはい、メインだったら多分そうだと思う、うん、美味しくしようとしていいよって思う。でも全部入れなきゃいけない、全部入れなきゃいけないよ。分量で、あ、これちょっとでいいやとか、はいはいはい、これはこれベースでいきたいよ。じゃあそれのみやっていいよ。俺普通にちょっとどうやじゃなくて、ああじゃあそうしよう。じゃあ俺は好き勝手生きていこう。うん、で同じように俺やって、うん、どうやじになるか、はい、やっていきましょう。よし、俺好き勝手生きていこう。ミルクコーヒー、あ、こんなもんだろうなと。いやいや、まあそれでもさ目分量だよね。え、まあまあでもほぼいいけど、サブちゃんなんで、うん、許してほしい。俺が先陣切ってね、さらっと。ミュウ、おいしい麦茶。うわミュウ。いやいや、え、なんで誰が違うの。ん、お前3本買ったじゃん。え、それでってこと。そうだよ、ミユ。いや、違うでしょ。えっ、ミユなんですよ、これ。ミユ、大動画出してんのがミユなんだろうね。ミユっていう名前ちょっとややこしいな。ポケモンに幻のミユがいるからな、うん、これオレンジの、なんだこれ、ミユ。いや、ミユしかないな。ヒューガナッツサイダー、あ、うまそう。これうまそう、主張そうよ。これ見える、なんでランダムに配置されてるの。見える。ネクターね。あー、ネクター大道なんだ。まあ確かに大道ブレンド。ああ、それ味くんね、結局後々。いや、コーヒーやばいんだよ、経験上。モンスター混ぜたことあるけどさ、あ、モンスターのあのコーヒーやばいと思う。はい、午後の紅茶、ミルクティー、おソーダゼリー、あ、うわ、ゼリーも入ってくんだここに。うわやばいって。バリスタね。バリスタかー、強いな味。一緒、バリスタ世界一のバリスタ監修なんだ。バリスタって名前じゃない、エナジージム。あ、オロナミン C だわ。違う商品名を言うのやめて。やばいなそれ。フルグルゼリーな、長めの奇跡起こしたやつ。うまみ、コーヒーだわ。うん、コーヒーなんだよそれ。デミタス、あー、ブラックか。コーヒーがやばいと思う。コーヒーがやばいね。ブラックってこんな濃いんだ、思いっきり。長めのやつじゃん、色変えてくるっていう。もう入れ方かっこいいね。あまり、あまり、あ、全然色が違くなったね。いや、俺は多分コーヒーっぽさはちょっと削りました。はい、じゃあね、これが適量、その、全部同じ量ずつ、大体、混ぜたやつ、はい、で、これは俺がね、監修したやつ。すごい、これやばいでしょ。でもコーヒーだよ、なみなみだなと。やべ、これだ、あ、やばいやばいやばい、大丈夫。一回こぼれ出したらもう止まんないやつ、全部こぼれたの。ね、ちょっともう味知っちゃうのやめて。いや、違う違う違う。ちょっと味知っちゃったでしょ。今味知っちゃったじゃん、はい、意外でいけるぞ。だから、じゃあ言うでいきます、うん、いや、じゃあ行きますじゃなくて、いや、もう大丈夫そうだから。いや行きますよ。うん、あー、やばいやばい。結局やばい。ちょっと俺も飲んでみていい。シロップで、あの、風の日飲んだやつ。ああ甘みが多分あるから。あー、でもちょっとやだなこれ。多分ね、本来まずいものを相殺するために美味しくした時のやつなんだよ。やつな、薬っぽいなんだな。あ、じゃあこっち行きます、僕が。それはうまいだろ、絶対。まあ、美味しい。いや、なんだ、まずいって入ってた、俺も。まあ、美味しい。まあ、美味しいね。いや、ちょっと近いね、やっぱ。近い、結局近い。いや、苦さがやっぱこんだけコーヒーあるから苦さが入っちゃうね。まあでも、まあ美味しいと思うわ、うん、まずい。まあ絶対まずい。やっぱこういう方が美味しいし、飲みたいね。結局な、うまい。
なんか、うん、これ飲んでない？ん？いや、なんか動画回してんのにさ、うん、これを二人で飲んでる時間になってない？いや、なってるかもしれない。よくはないな。これ、美味しいね。